キンプリヘイヤーラドら土の出演ラッシュに見えるジャニーズ事務所の思惑。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。22日に脱退するキングピンスキンプリのヘイヤー仕様26神宮寺裕太25キシユータ27の番組出演が立て続けに決まり、 ファンから歓喜の声が上がっている。冠無理番組、キング・プブスル。キンプ、ル日本テレビ系のレギュラー放送最終回が13日で20日に2時間特番が用意された。その特番に向けて平野は18日放送の、ぐるぐるナインティナインの人気企画、ゴちになります。2、3戦。20日には神宮寺が、満天星青空レストラン、岸が、ああ、簡単ふ、 みんなの動物園、いずれも日テレ系に立て続けに出演する。いずれもキンプル特番の宣伝を兼ねていると見られますが19日にはテレビ朝日系のミュージックステーションにもキンプリが出演します。まさにキンプリウィークです。芸能関係者。もちろん、最後を華々しく飾りたいという曲側の思惑もあるのだろう。 だが、ジャニーズ事務所にとっても、金プリメンバーだったいというメガトン級の衝撃をうまく交わしたい本音が見えがくれする。平野がグル内に出るのは約3年ぶり。日テレと金プリの関係を考えれば、もっと出演していてもおかしくないのですが、3年ぶりというところに事務所との微妙な関係がうかがわれます。それでも、 このタイミングで脱退メンバーを一気にテレビに出演させる背景には、決してメンバーを不遇な扱いにしていないという事務所のアピールのようにも見えます。どう脱退メンバーはどのようなフナーレを迎えるのだろうか東スポウェブ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。